こんにちは、皆さん。私今何をしようとしてるかというと、私9ヶ月の赤ちゃんいるじゃないですか。9ヶ月前に出産したじゃん。で、出産して、出産するとさ、出産前もそうだけど、女性のホルモンってものすごいことになってるわけですよ。ね。で、フローレンス、2人目のフローレンス産んだ後、髪の毛がすごい抜けたわけだよ。だからさ、ハゲができるとかそういうんじゃなくって、毎回髪を洗うたびに、結構なんていうのかな、抜けるみたいな感じだったのね。それが2人目だったじゃん。で、3人目、エリス生まれて、で、今9ヶ月経ったじゃないですか。で、やっぱ産んだ後ホルモンの関係で髪の毛が結構抜けたんですよ。で、9ヶ月経ったじゃん。で、こうやってさ、私の髪を見ると見えますか、このベイビーヘア、この産毛たち。産毛っていうの、これ。このさ、この見える、このこれこれ普段はないんよ。子供が生まれて髪が抜けて、で、それが生えてきて、で、今こういう感じになってるわけ。わかる？伸びてきてる感じ、抜けた部分が。要は抜けた毛が生えてきてるのね。で、今そのさ、ちょうど一番なんていうのかな、伸びてきてるんだけど、まだ、伸びてきてるんだけど、寝れない状態。その私の髪質が、太くって強い髪質だから、こうやって伸びてきてさ、立ってる状況なわけ。まだね、寝てくれないわけ。寝るほどまだ長くないっていうの。じゃん？だから、髪をセットするとき、出かけるとかいうときは、この状態でね、例えば髪の毛ブローとかして、内側に巻いたりとかさ、可愛く見えるようにするじゃん。するじゃん。だけど、結局、ここがさ、言うこと聞いてくれないわけよ。で、このハードジェルとかで、ちょっとさ、寝かせてとかってやるんだけど、だいたい、そういうのやるのは平日、あ、週末とかで、そう、平日は、その子供たちの面倒見てたりとかするからさ、髪を、なんていうの、ブロードライして、巻いて、ジェルつけてとか、そんなにしないわけよ。ね。で、そうなると、帽子かぶったりとかして、ピーンってなったりとか、押さえてとかしてるんだけどさ、これね、この状態やっぱ嫌じゃん。で、そのさ、髪をセットしなくても、なんていうのかな、このさ、このピンピンってなってら、ならないようにしたわけよ、私はね。ということで、何が解決してくれるかというと、何でしょう。前髪です。前髪を作れば、押して、ここで前髪が伸びるのと一緒に伸びていってくれるんではないかと。ということですね。これから私は髪を切るんですよ。前置きがあれだね、いつも通り長いっすね。これで今まっすぐになったじゃない？この状態で切るんだけどね。で、あんまりさ、多めの前髪にしちゃうと伸ばすの大変じゃん。だから気持ち不安みたいな感じが欲しいわけじゃない、私は今ね。で、そうやって考えていくとですよ、でもそこそこ量がないとちょろりんみたいになるから、それもあれじゃん。ってことで、オッケー、見えますか？でもさ、こいつ、本当やだ。マジでやだ。で、伸ばすの苦労はしたくないからね。でもさ、こうやって、なんていうの？こっからここまでが前髪で、こっからここまでが横の髪とか、そういうの別に、そんなあんま気にしなくていいんだよ。こんな感じ？ちなみにですけど、
このさ、ここのパートあるじゃん、この明るいパート、これ伸ばしてるの。私が専門学校が最後の日に先生が髪やってやるって言って髪染めてくれたんだ。で、それ以来髪もうずっと伸ばしてて染めたりしてないのね。だからここからこのさ、ここのパートあるじゃん、ここまで自分のナチュラルの色なのね。で、私のヘアゴールはもうこのまま伸ばしたいわけ。自分のナチュラルのカラーで伸ばしていきたいのね。で、長くしたいの。だからこの髪がそこそこ伸びてちょうどいい感じになったら早くこのカラーの部分を切りたいわけよ。ここぐらい染めちゃってね、黒くってやったらこうちょっと傷んでる感じもなくなるんだけど、もうそうケミから髪に入れたくなかったんだよ。別にこの髪が伸びた後ハイライトしたりとか別に気が変わったらしてもいいと思う、していいんだけど、別に気分的には。だけど今のここまでなんかナチュラルのカラーできてるから、これがチョップできるまで全部ナチュラルできたわけ。まあいいや。これちなみに私のなんだっけ、セットだよ。 OK で、これを使うのね。こんなんでいいかな、ちょっと多い、まあいいか、じゃんで OK したら長めにしたいわけ。とりあえずこんぐらい、あ、見える？長めにしたいのね。なんかさ、J ローみたいな、わかる？こういう感じの怖いか。そう、目指したら J ローの前髪だからさ、長くしたいわけ。だからとりあえずこんぐらいできる。 OK、 これぐらい始めとするじゃん。いきますよ。こうパツっていうかパパパパパみたいな感じで適当に切ったじゃんか。切ったじゃん。で、こういう感じですよね。 OK、 したらこっから今度真ん中が目にかかるかかかんないぐらいがいいんだよ。Wait, this partめっちゃここ短くなってるやんけめっちゃここ短くなってるやんけ。なんだなんだなんで、どういうこと What the OK、 こんな感じでちょっとこう A ラインっぽくしていくじゃん。 What the heck、 ちょっともうほんとすごいな。私なんでこんな適当にやったかな、マジで。かなりいっちゃってんじゃんねえ、かなりいっちゃってんじゃねえ、こことか。もういいけどさ、もうかなり短くやっちゃってんじゃん私。なんでなんでな、なんでなんで、マジでなんで、はあ、信じられん、ほんと適当すぎる、マジで。じゃん、だからここもここもじゃん。だからこいつをなんでこここんな短くなった、マジなんでねえ、もう本当よ、本当。なんで？はあ、頼むよ、マジで本当さ。なんか美容の学校に来た時、私前髪あったじゃないよ。ああいう感じしたわけよ、結局はね。それがいいわけ。このさ、この分かる？このラインね、ここ、こいつは切っちゃダメな。これも、これを巻くと可愛くなるから、こういう感じで、OK?OK?、Okay? Okay? こういう感じ。Yeah。じゃん。で、この前髪も長く残したかったの、ちょっと短くなっちゃったけど、まあ、おんめじゃん、おんめ。で、これをこうカールするんだよね。
もうちょっと量増やしたいね。このサイドね、このサイドで残さないと。早くここ伸びてくんねえかな、ここ。私が美容の学校に行ったから。てかさ、この髪の切り方見せてたら、行ったんだみたいな感じでしょ。まあいいや。なんだっけ、あ、そうだ、よく美容の学校行ったし、髪の毛のケアよく聞いてくれる人がいるんだけど、ですね、とりあえず私もうほとんど髪の毛はナチュラルだから、髪の毛にケミカルが入ってるパートはここら辺だけなんですよ。で、髪のさ、染めたりとかね、何でも髪の毛染めたりとかして、ブリーチとかしてる髪はやっぱり、あの、それ用のシャンプーとコンディショナーを使わないと、あの、色が綺麗に持たないし、やっぱりブリーチすると髪傷むから、そのブリーチした部分をケアしてあげないとね、あの、デイリーでケアしてあげないとやっぱり髪持たないんだよね。で、私はこの状態で、まあ、ほとんどナチュラルの髪だからなんだけど、あれなんですよ、子供が生まれてから髪の毛が抜けたじゃん。で、それと一緒にさ、か、頭皮がすごく痒くなるわけ。私、経験した人いると思うんだけど、頭皮がすごく痒くなるのね。だから、私が今使っているシャンプーはこのレッドケンの、スカルプリリーフっていうやつ。これは、ダンドラフって言って、ダンドラフっていうのはフケなんだけど、フケをコントロールする用のシャンプーなのね。なんだけど、フケ以外にそういうかゆみとかもコントロールしてくれるやつなの。だから、そういった意味でこれを使ってるのね。で、使い始めて、2週間目ぐらいなんだけど、まあ、かゆみ、そうだな。私さ、髪洗うの、まあ、2日に1回髪洗ってるのね。お風呂には毎日入るけど、2日に1回髪洗ってるんですよ。もうこれは美容の学校行って、あ、毎日洗わなくていいんだっていうのを学び、で、2日に1回髪洗うようになったんだよね。で、だから2日に1回使ってる感じ。で、あと、なんか、ベスト、だからここにさ、ダイレクションのところに、少なくても2回は、1週間に2回は使わないとって書いてあるわけよ。それがベストリゾートになるんだって。で、2日に1回髪洗ってて、これじゃん。だから、それ3回ぐらい使ってるんか。2、3、5、6、そうだね。3回ぐらい1週間に使ってるわけじゃん。で、まあ、正直なし、まだ何とも言えないなって感じ。まあ、なんか、まあ、やっぱ正直やっぱまだ痒くなるし、痒くなるなっていうところなんだよね。でも、レッドケン好きなんだよ、このブランド。なんでかっていうと、私が学校行ってた時に、学校 で扱ってたのがレッドケンだったの。で、あの、サロンで働いてる人もそうだけどさ、その美容室って、そこで扱っている商品のを、鬼勉強するわけね。だから、私がその学校に行ってた時は、レッドケンを使ってたから、レッドケンの商品をめっちゃ学んだわけ、学校で。だから、今でも、それを使ってんのね。で、これはその、だから、スカルプリリーフっていうやつじゃん。で、その、かゆみとかをコントロールしてくれるやつじゃん。で、コンディショナーは、このレッドケンと同じ、あの、ブランドで、だけど、これはオールソフトっていう、めっちゃ、まあ、柔らかくなる仕上がりになるよっていうコンディショナーなわけ。で、これとこれを使ってるのね。で、私がブリーチとかものすごくしてて、ハイライトとかもろ入れてて、ケミカルめっちゃ髪の毛に入れてた時期は、レッドケンのブルーのやつ、エクストリームのシャンプーとコンディショナーを使ってました。あれは、髪の毛でブリーチするとさ、穴がこう開くわけよ。この一本の毛がこうあったら、そこにポコポコって穴がめっちゃ開いてるわけ。で、そこを、上手にこう、プロテインだったかな？プロテインでね、プロテインを埋めてくれるっていうのがそのエクストリームのシャンプーだったのね。だから、ブリーチしてさ、髪仕上げてこう、綺麗な仕上がりになるじゃん。だけど、次の週とか、次の週とか、1週間とか経つと髪の毛の色変わってくるでしょ？それを、こう、抑えてくれるのが、そのすごいエクストリームのシャンプーなわけ。だから、それをずっと使ってました。すごい良かったな、あれ。
だから髪の毛ブリッジしてて、アメリカに住んでる方はレッドケンのエクストリームすごいおすすめで、私みたいにこういうナチュラルなカラーの人はこのレッドケンのこのソフト、オールソフトのやつは誰にでもうまくいくやつだし、あと例えばさ、こう髪の毛がこう雨とかでふわーって広がっちゃう人、わかる？ふわーって広がっちゃう、フリッツな感じ、ふわーってなってる人とかは、それコントロール用のシャンプーもレッドケンであったし、さ、私レッドケンしか知らないんでごめんなさいね。そうそう、だからさ、それを使ってるって感じ。髪濡れた状態でお風呂出るじゃんか。で、それが夜でこれから寝るっていうだけなんであれば、このレッドケンのオイルを私はつけてます。で、特にまあ毛先、傷んでる部分とか、毛先につけて、濡れた状態のところにつけて、で、ブロードライするか、もしくはエアドライするか、まあ乾かして寝るって感じ。で、例えば、それが朝でさ、これから出かけるとかいう時であれば、シャンプーとコンディショナーして、で、濡れた状態の時にこれつけるじゃんか。で、それにプラス、全部レッド系なんだよ。OK、何回も言うけど。これが One Unitedって言って、これを、このスプレーには、もう必要なものが全部入ってるのね。例えばヒートコントロールとかもそうだし、何が入ってるかな？まあ、コンディションとかさ、プライマー？ヘアプライマーとか、髪を優しくするよとか、ツヤを与えるよとか、こう、なんつうのかな、いっぱいプロダクトとつけてるような髪ギシギシになったりしないよとかさ、まあ、そういうのが一気にバッて入ってるスプレーなのね。だから、例えばこれ、濡れた髪つけて、これ全体にスプレーして、ブロードライして、みたいな。っていうのでも OK だし、もうちょっとコントロールが必要なんであれば、これに、これとこれプラス、これ。これはね、レッドケンの、ステインウェアっていう4番のやつ。なのね。で、これを、濡れた髪に、トントントンとつけましての、で、ブロードライして、で、仕上げにまたオイルをつけて、ちょっとツヤを出してあげて、ヘアスプレーするならする。っていう感じでやってます。で、これで似たのが2つあるんだけど、髪が濡れてる状態でこの2つをつけるのね。で、これはさ、4番で、これは22じゃん。このナンバー何かっていうと、ホールドなんだけど、この4番を例えば髪につけてブロードライすると、重たくないわけよ。でも、しっかりこう、その場に、こう、伝えしてくれて、でも、ちゃんとこう、空気が通った感じの一本一本の髪の毛になってくるわけ。ね。で、この22ってなると、ホールド力が強いのね。だから、ブロードライしても結構こう、髪の毛がしっくりとこう、なんつうのかな。こう、腰のある感じ。なんていうの？腰のある感じっていうのに仕上がってくれるの。だけど、エアドライしてるから、一本一本しっかりこう、空気が入った感じになって、まあ、すごい、ホールド、してほしいなっていう感じ、その日だったらこれで軽くクシッと仕上げたいなっていう時はこっちみたいな感じで使い分けしてます。でそれにプラスこれはね、特に乾いた髪の状態で今みたいな感じで、ただ例えばさ、フラットアイロンでこうストレートにしたいとか、ちょっと内側だけ巻きたいとかあるじゃん、前髪だけ巻きたいとかいう時はこれが、そのヒートプロテクターの役目もするから、乾いた髪の上にこれをつけれるんだよ。で、ヒートプロテクターってすごい大事だから、多分、日本人の子ってコテ使う子多いと思うんだよね。フラットアイロンとかもそうだけど、っていう時は必ず、ヒートプロテクターをつけた方がいいと思います。ブランドを正直私日本のやつわかんないから、どれを使ったらいいよとかいうのはわからないけど、まあ私がこれ今説明してるのはさ、アメリカに売られてるやつだけどね。で、もしその日本の、まあ日本でヒートプロテクターいっぱい売ってるでしょ。もし、美容師さんとかでおすすめの商品があったら下の方に書いておいてあげてください。そしたらみんな見れるから。みんなで助け合おう。それで、なんだっけ。何をしなきゃ。あ、そうだ。で、このね、レッド系の商品が、で、この商品、このレッド系の商品、私が今おすすめしたのはどこで買えるかっていうと、ターゲット、びっくりしたんだけど、ターゲットで売られてるんだよね。ターゲットと、あと、オーター。
かな。で、太田は特にこう2本買ったら何かがタダになりますよとかそういう整理やってるから、太田はよくチェックするといいと思います。あとプロの美容師の免許持ってる人がプロで行けるお店とかは大体売られてるけど、一般で行くんであればターゲットか太田で買えます。あとはあのね、よくメイシーズとかさ、シアーズとか、あのショッピングモールあるじゃん、ああいうところに入ってる美容室結構あの取り扱ってるし、結構あれだね、そうだね、美容室取り扱ってるところ多いから、まあ美容室もチェックすると結構売られてます。で、美容室は結構あの整理やってることが多いからチェックしてみるといいかもしれない。これが私のヘアプロダクトのおすすめです。あ、そうだ、それで最近ね、あのレッドケンはビーガンのヘアプロダクトも出してるから、髪のさ染めて、あのケミカルのサービスした人はそういうやっぱり、そういうプロダクトやっぱ使って髪をケアしてあげないと髪傷んで見えるし、可愛くない。今まで美容の専門学校行くまで髪の毛なんて全然気にしてなかった、気にしてなかったっていうか髪型変えるの好きだけどさ全然知らなかったのね。なんだけど行ってから、まあ、ちょっと学んだから、あの聞かれたし、まあ、ちょっとシェアしようと思って、あのあんまり深い意味はないビデオですよこれ。皆さん前髪切ってこんな感じだしさ